気持ちが通じ合う。お前と話ってのはさ、つまり浦部、俺と付き合ってくんない？あと椿くん、ん、うちのクラスに尾形くんっているでしょ。うん、私その尾形くんに付き合ってくれって告白されちゃった。えっ、ー、一日待ってって、明日返事をするからって言ったわ。明日？これは告白された私の問題だから、椿くんは何もしちゃダメよ。あ、じゃ、なんで、なんで明日なんだよ。俺っていう彼氏がいるんだから、そんな告白その場で断ればいいじゃん。だけ目をつぶってくれる？の具合がおかしいとか、今なんか自分の体の具合に異常感じない？体に異常？いや別に何にも。あなたが私の彼氏になることは永久にないと思うわ。今日尾形への返事なんて答えたんだ？断ったわよ、もちろん。あなたとは付き合えないって口開けて。ああ。椿くん、これ。え？何これ？私。今日はずっとパンツを履いていないから、いつもとは違う精神状態になってる。だから私と絆で結ばれてる人がよだれを舐めたら、その人の身にも何かの異常が起こるはず。異常？それがこの話？私と絆で結ばれている男の子、私の彼氏は椿くんだけだよ。そういえば今日はここにはないんだった。パンツハサミ出そうとしたな。明日返そう。